はい、皆さんこんにちは。榊敦史でございます。シンシアリーさんのブログの22日ですねに出た記事でございまして、ソウル中心部の大規模建設事業相次いで工事中断というタイトルでございまして、本文いきましょう。ソウル市、しかも中心部、韓国でいうノルンジャ、またはノルンジャウイ、卵の黄身のことで、良い立地の土地という意味、地域で建設再開発などの工事が相次いで止まっています。11月19日にもソウルで最もお金持ちが暮らしているとされるガンナムのカンナム、カンナムスタイルってやってましたよね。ガンナムって近いですか、あれ私カンナムスタイルのそのカンナムの中でも最も高級エリアとされる、読めへん清少堂ですか、という地域で大規模マンション団地工事が中断されたことをお伝えしましたが、 MBC によると今回はガンナムエリアで、エリアの随走区でも住居商業複合マンションビルの工事が中断されました。他にもマネートゥデイによると、ガンナムではありませんが、ソウルオンペークの大規模再開発工事も建設会社側が工事中断を公表しました。すごいですね。ガンナムといえばですね、まあ日本では港区みたいな感じですね。ソウルの中心はハンガンというですね、漢字の漢に、川と書きますけどハンガンという川が流れてまして、その北側が旧市街なんですね。でその南側の一部がガンナム地域なんですけども、ガンナム地域はですね、後で開発されただけに綺麗なんですね。で高級住宅地なんですよ。はい、でそういうところでですね、まあまあ中心地ですね、日本でいや本当港区だと思っていただいて、まあそう間違いはないと思うんですけど、そこでの工事が中断している。日本でいや虎ノ門ヒルズのですね、麻布台ヒルズの工事が止まった、えらいこっちゃみたいなそんな感じですね。本ブログで紹介した宝永かな宝永建設もそうですが、大手とされる建設会社関連で資金流動性リスク関連のニュースも多数出ています。要は大手の建設会社がですね、現金がなくなって潰れるかもしれへんでということですね。例えばデパート大手新世界グループの新世界建設もPF、プロジェクトファイナンス関連で信用評価等級が下がるという話が出て、株価が急落しました。これらは建設会社としても結構大きいけど、ここに何かあったら財閥グループそのものが大いに揺れることになります。ネットメディアザ・スクープの記事によると、未収金すなわち工事が完了したにもかかわらず、建設会社がもらえなかった代金も増えるばかりです。で以下引用と行きましょうね。ソウル随走区のバンペドンのシンイルハッピーツリー住商複合マンション工事現場です。フェンスで囲まれ、建物は鉄骨が見えるままです。未分譲急増で、工事代金を回収できない状況で、プロジェクトファイナンシング市場まで機能せず、資金難に耐えられなかったのです。結局、その敷地と工事中の建物が購買に出されましたが、ソウルの真ん中、それも随走区の駅周辺の黄身の地ですね、さっき の卵の黄身中心というね、なのに6回落札、流札、いわ考察が流れたわけですね。価格も半分になりました。うわきつ別の流用です。事業費5807億ウォン、大体日本10分の1ですから580億って結構でかいですよ、一つのプロジェクトだったら。規模のソウル市オンペーク、デジョドン一区域住宅再開発整備事業の工事が中断される。施工会社である現在建設がまだ工事費を全く受け取れず、もはや工事を進めることができないと判断したからだ。
20日建設業界によると現代建設は来月1日からデジョン1区域工事をデジョン1区域工事を止めて誘致権を行使するという内容の公文をこの日午後再開発組合側に発送したことが分かった。現代建設は昨年10月着工以後該当現場に未請求工事費約1800億ウォンを投入し3000億ウォン規模の信用供与過去連帯を提供者が1年を過ぎたのに工事費を全く受け取れなかったマネートデートまだあるんですけどこの辺でしときましょう。日本と多少違うのはですね、向こうのマンション開発というのは PF 方式というふうに言われてまして、プロジェクトファイナンスということで、なんて言いますかね、そこにマンションを作るっていう計画を立ててですね、買い手を集めるんですよね。で、その組合みたいなのを作ってですね、組合がですね、そのマンションを販売するという形を作るわけですね。で、マンションの買い手からもらったお金をですね、建設会社にどん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 渡していってですね、で最後に完成したら引き渡しという、まあ言うてみればですね、日本と違うのはですね、デベロッパーが最初にどんと土地を買ってというようなですね、そういう仕方ではなくってですね、金を集めながら建設を進めていくというスタイルで。ということはですね、金が集まらなければ止まるということなんですね。で、都心のいくつもの場所で止まってるよというのは、このシンシアリさんの記事なわけです。えらいことですよ。はっきり言ってえらいことですよ。なんで止まってるかというと、要はですね、お金が集まらない。つまり、買いたいという人がやってきて手付金を売ってくれないと。まあ、簡単にはそういうことですね。でそれに対してですね、銀行ローンも下りないということでして、もう、なぜかといえばですね、この今、韓国ソウルもですね、マンション価格が下がり始めてるんですね。で、人々はもうちょっと待ったらもっと下がるんちゃうかと思ってるんですね。だから買わないわけです。買わないと売れないから、こうやって土地で止まったりして、んで、ですね、土地の値段が半分になったりしてると、もう完全バブル崩壊の様相を呈していますね。中国でももうバブルは崩壊していますね。中国ただ広いんでね、地方ではもう崩壊してるんですけど、ただ中国の方は若干ややこしくってですね、あからさまな値下げはできなかったりするんですね。当局が、それ安く売んなとかって言うてるわけなんですよ。なんで、あからさまな値下げができなかったりするとですね、表面的には下がっていなかったりするんですけど、まあ実質的に下がっていたりもします。まあ私はずっとですね、韓国、中国関連のニュース毎日追っかけてますけども、両方ともほぼ崩壊してますね。どっちがきついかというと、分かりやすい分韓国の方がきついかもわかりません。中国の場合はもう地方によってはむちゃくちゃなところあるでしょうけども、でも、まだ上海や北京やというところはですね、落ち着いた感じがしますね。下がって1、2割と、あるいは3割ぐらいという感じがしますけど、韓国の場合はもう、あかんところはあかんところで売れないですね。下がっているというよりも。なんでですね、これからもっともっときつくなりますし、この、韓国の場合は多分ね、ちょっとデカめの企業、あるいはですね、財閥系列の企業もこれから倒産が出るんじゃないかと思いますね。今年個人のパリンパリンパリンがいっぱい 出ているそうでしてですね、来年は企業かなという感じがしますね。で、その次が金融機関ということになってですね、まあ東アジアは日本以外はですね、マンションじゃバブル崩壊の季節を迎えているかなという気がします。日本はまだ続きますけどね。まだ崩れませんね、日本はね。景気も一番安定してるんですよ、日本が。韓国、中国はかなりやばい様相を呈しています。まあ、もともと韓国なんかはですね、経済構造が脆弱ですから、ちょっとですね、世界的なですね、不況に見舞われるとですね、すぐにこう、やばっていう風になってしまいますね。まあ、しかし日本は昔に比べたら安定してますね。なぜか景気がですね、悪くならないという不思議な現象でございます。
はい、ということで、このですね、シンシアリーさんのブログのですね、アドレスをですね、途中まで読みました。全部読みたい方はですね、このアドレスに行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。